経営の中においても当然女性の役割というのがこれから農業経営においては非常に大切になってまいります。生産面、販売面、そして経営面全体の知識を習得していただき、ご自身の経営ビジョンを描いていただきますとともに、今後本講座で習得されました知識や経験を生かし、地域において活動されますことをご期待申し上げます。この講座で多くの専門知識を学び、我が家の経営を見つめ直し、課題を解決することでさらに経営を発展させていきます。またこの講座を通して新たにできる仲間とともに切磋琢磨していくことをここに誓います。改めてちょっと統計などを使いまして、どう変わってきたのかっていうのを確認してみたいと思います。日本のその、就業労働人口がどんどん減ってますので、結局その、女性が働かなきゃいけ持たなくなってきている日本がですね、という状況があるだろうと思ってます。どこでどんな形の商品を買うのかが分かっている人の方じゃない、そういう人もですね、農業経営にいないと、やはりですね、この消費者目線っていうところはやっぱり女性やっぱり持ってるよねっていう話は聞きます。今までこの欠けていたこういうような視点をかなり強く持てる可能性があるのが女性ではないかなと。そこはちょっとかなり冷静な見方をする必要はあるかと思うんです。